嫁が来るまでゲッティングオーバーイッチ。ゲッティングゲッティング、夢じゃないあれもこれも。ヤマトン先生と同じ場所おるやんけ俺。まあ、ヤマトン先生とは違うんだよね。でもあれ画面映ってなくね。祝福が欲しいのなら、タラタラテテテリテテリテテテテテ。なるほど。なんかヤマトン先生と同じレベルになってる。いやそんなことはない。シェガキン TV 良好。ほっ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 、これがシェガキン TV。 まあ、あっという間にヤマトン先生を犬かすから。違いを見せつけるよヤマトン先生にはね。申し訳ないけどヤマトン先生の話、落ちてる。ざまあ見ろってんだ。俺が見してやるよ格の違いってやつをな。歴が違うからね。歴が違うからね、ヤマトン先生とは。申し訳ないけど一緒にされたら困る。やべやべやべ。うれ、あ、うれ、あー、難しい。あ、やばい。違う。あぶね。からの、はい、こういうことなんだよね。ごめんね。ほっ、あ、危ない。え、待って。ちょ、ああ。ほっ。うわっ！やべ。ほっ。うわあ。ちょっと待って、やばい。ここやばい。どうしたらいいんだ、ここ。うまい！こっちにやっちゃダメなんだ。わかった。ちょ。は。
待って行かないで。はいうまい、はいうまい、はい社課金うまい、はい社課金 TV。 はい社課金 TV。 うめえマジで。ごめんな。まあ結局はね、このツボをいかにいかにねうまく ここはいはいはい、ここそんな難しいの？簡単なんじゃないの？これこうやってちょっとこっちに引き寄せて、こうやってやべやべやべ、あー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 なんでお前椅子開けてるよ。開けといていいの？ん？カメラ映ってないの？ここまで。マジかよ。ご飯は？ん？ご飯は？ご飯食べる？酒でも飲みながら年越そうかなって。何？うどん？うどんはいつ食べるの？今。今？え、ご飯何なの？お刺身とロストビーフと、うん、数の子。ああいいね。あととびっこの和え物。え？とびっことちくわの和え物。あああれか。めっちゃいいじゃん。超豪華じゃん。俺の好きなもんだらけじゃん。作る？作る？うん。うどんは？うどんいいやもう。あっちょっと、ヤマトの先生には負けたくないんで俺。あ、やべ、ヤマト先生負けてる。やばいやばいやばい、いやーやばい、負けてるって思ったら手がうまく動かないよ。焦るタイプなんだよ俺意外と。冷静そうに見えて、冷静そうに一見見えてクールビューティーな感じは醸し出してるけど、実は俺焦るタイプなんだよね。ほっ、よし、先生どこだ。お、先生と全く同じ場所。よし、かかってこいや。あ、やべやべやべ、とりあえず早く先に。ほっ、あ、やべやべやべ、なんかダメだ。ここはあれ引き寄せ使わなくていいな。あ、やべやべやべ、先生に先越された。うわやべ、なんで。マヨネーズ？何それ？あ、入れたい。ごめんな先生。先行くわ。先行っちゃってごめんな。先行っちゃってごめんな。うまい。うわあ！ほお！
ああだめだ、あぶねえ。麦、爪といちゃダメだよ。爪といちゃダメだっつってんのに。麦、麦ダメだって。爪といちゃダメだって。デラックスレーサー気に入ってる。メギ、うわっ、やめやめ、赤型なんでね。うわ帰ってる、一番最後まで。麦、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 うわっ、めっちゃ爪研ぐ。どこで？デラックスレーサーで。これ？あ、もうバリバリじゃん。うますぎ俺。タイムアタックの人みたい。これもう諦めな？うん、もう諦めてるけど、でもそれ以上はちょっと。うますぎ、マジでうますぎ。ビビってる、己の可能性にビビってる。ビビりすぎてる、ビビり散らかしてる。じゃあこれダメなの？うめえ。ここどうやっていくの？コツ、コツ教えてもらっていいですか？オレンジこうやって落とす。オレンジ落とす？別にオレンジ関係ないでしょ。でも落とさないと滑って落ちるよ。いやでもこれ、これでいいじゃん。いいのかな、本当に。ほら落ちた。ゆっくり登る。あー止まって、嘘でしょ、待って、行かないで、あなんで、オレンジ、なんでだよ、ゆっくり言うたやろ。メギ、うん、はい、うん、正攻法でいくか。ほっ、あ、ほっ、ほっ、ほっ、あー、俺も飲みたい。一緒のかよ。メロンと、いや、ビール、ビールでいいっす。俺が酒飲みたいって言った瞬間にメロンとって言ってるの結構アスペだと思う。飲まないと思ったから2本しか買ってこなかったよ。日本とも飲むつもりだったんだ。いや、違う違う違う、明けおめー、こっちはもこっち行きたいよね。ほっ、あ、麦はダメ、麦はここ、ほっ、あ、うまい、あ、うまい、シャカキン TV、 シャカキン TV うますぎる、うますぎ、正直うますぎる。あ、
麦ダメだって、ちょっといじめたらダメだって。あ、うん、あ、うまい、シャカキン、あー、落ちる、落ちる、映んないでしょ。ね、ここ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 が、ここが、こんぐらい。あ、ここまで映んないのか。怖い怖い怖い。全然大丈夫。うん、結構こっち向けたからね。もう黒巻きはみ出ても。これ先生なんだよね。先生。ヤマトンさんなんだよね。今日始めたばっかりの人と同じ速度なんだけど。ほっ。ご飯どっちで食べるの？いやでもね、俺あのハイジャンプ覚えたんですよ。やっとできるようになった。あぶねえ。あれ、ここちょっと浅すぎるか。ちょっと大丈夫だよ。ちょっと待って、ここ浅すぎる。やめよう。ここでハイジャンプを披露しようとするのは人として間違ってる気がする。どうどう。ほっ。うまい、シャカキン TV うまい、落ちた。はい先生バイバーイ、はい先生バイバーイ、落つ。いやここは落ちても余裕っすよ。まだここなら心身的なダメージは少ない。いやなんか一つ技術を覚えていくたびにさ、一つ手前のなんか余裕で行けてた場所が行けなくなる現象はない？あ、わかるんだ。ほっほっ、あっ今叩くと、うわほほほほほ、あ待って待って待って、あっ、いやんあっマジムカつくわ。当てないんだよ。この人もさ、あれやったことある？お前 QWOP。 ああ、クソムカつく。なんかおよそ人の動きとは思えないこけ方するやつ。なんで、なんで。あ、むちゃその肩見たいの。やばい、先生に追い抜かれてる。気づいたらやべ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 。お腹空いたね。この動きめっちゃ受けない。すごい、私めっちゃ増えるほっ、はいはい。ショートカットここ狙ってできる？一回しかできたことない。あのたまたまのやつ？たまたまじゃないから、狙ってたから。あ、本当に、うん、なんかいけたんだけどすごいとか言ってたから。何回かやってようやくいけた。あ、そうなんだ、うん、ダメだよ。いきます、シャカキン TV 短縮の道。いや、そんな感じじゃない。もうちょっと左に逸れてる、うん、めっちゃ難しかったよ。いやなんで。うまやばいんだけど。落ち着いて。あ、背中ゾワゾワ、かゆいかゆい。落ちちゃうよ。落ちないよ。あ、そう。あ、まあ任してくださいよ。ここ慣れたんですよ僕。今まで一回も行けなかったけどね、今じゃ一発行けんすよ。
まあまあまあ、今のはイメージトレーニング。まあこんな感じよ。うまいうまい。なんだお前。なんかロリちゃんめっちゃ生きてたよ、ツボ配信見てたけど。生きそば配信？ツボ配信見てたけど、釈迦さんよりはうまいって言ってたよ。あ？うまいうまいうまい。タイムアタックの人みたい。だったね。釈迦さんよりはうまい。殺す。ひぃ！ひぃ！あ、やべ、足つる足つる。かゆいかゆい。いくよ、せーの。でもそんなんじゃダメと、うん、やった。まあでも何事もなかったかのように再開。あ、紙袋破いてる。やべ、大和の先生が俺より先に。それは許されない。もう危ない。うますぎる、シャカキン TV。うまい。危ない危ない危ない。やべ、先生全く一緒だ。先生と全く一緒だ。なんで？ハイジャンプ。何その黒いとこ？フライパン？そこまで行ったら言うわ。ん？行ったらまた言うわ。黒いとこってどこ？そこ越えたとこ。全然この傘ほんと判定ムカつくわ。え？壊れてる壊れてる、システムがおかしい。あ、ごめんね。あー、いや、すごい。そう、やばい。
いいぞ。俺は壺職人。壺職人。よし。うまい、うますぎ、うますぎ、ビビる、ビビる大きい。あ、あ、ちょ、聞い散らすようなこと言わないでもらえる。私、すいませんね。もうすごいところに行ってんじゃん。ほっ、ほっ、あ。何も食べるの。あ、ちょっと待って、すぐ終わってからにしよう。あ、待って、行かないで。はい、うまい、はい、うまい、はい、うますぎ。うわっ、麦そこ多分怒られるよ。麦でいいよ。これあげたいんだけど。食べたいの？はいはいはい、麦、ほらほら、麦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 。あ、なんか飛んできた。え、全然違うとこから出てきた。で、落ちた。ちょ、麦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 、これ、麦、これ。うん、うん、うん、これ、これ、うん。ふむふむふむ、麦、ほら。これ地面、違う、ジーンズ、ジーンズ、俺のジーンズにこぼれてんだって。舐めて、舐めて、麦、これ、これ、これ、ほら、ほら、いや、踏むって、踏むって、ちょっと、あっ何やってった、指にすくってあげる、ね、カメラ向いてね。なんかもう落としてね、下に。ちゃんと食えや。なくなったよ。ちょっと垂れたやつ。ティッシュどこにあんの？美味しかった、兄ちゃん。うわ、洗濯しないとダメだ。うえー、ゲロ吐いた後見た。ゲロが服についたときこんな感じになる。脱ぎなさしたら、ね、いや、ちょっと待って、壺ちょっと待って、これやばいんじゃない、これやばいんじゃない、あっぶねー、ね、待って待って、やばい、これは外に飛びかかってきた。ベルトとかいらないもん出して。ベルトとかいらないもん出して、うん、ベルトはいるよ。ベルトとかいらないもん。何時に座ってあったかいなり体温で。こっちの部屋あったかいね。シャカ君の太ももあったかいなり。
また小銭出てきた。謎のあげる、はい、いや、いらない。170円もあるのに。行くぞオレンジ、ちょっとコツ教えてよ。ゆっくり行くんだよ、一段ずつ。一段ずつゆっくり行くの。一段ずつゆっくりね。一段ずつゆっくりね。やばい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 。一段、二段、やめて。二段、そこに止まる、そこ止まる、そこ登れないから。で、そこの出っ張りあんじゃん、ここ。うん、そこから垂直に上に飛んで、あそこのボコに引っ掛ける。うらっ、うまい。あ、うまい。あ、わかった。ここはもう完全に分かり倒した。ここはね、こっから行こう。あ、ちょっと待って、こっから行けそう。うわ、危ねえ。こっから、ほっ、うますぎ。あ、ちょっと待って、いけんじゃねえか、年内クリア。ほっ、あ、あーはー、メンパル、お、危ねえ、奇跡、奇跡。これが福岡が生んだ奇跡。社会人 TV。 あ、あ、何も。いや、結構離れてる。まあ、こっからよ。あ、あ、と、ヤマト先生また落ちてんじゃん。プー。よし。あそこね、黒いとこに引っ掛けてビヨンっていけるよ。黒いとこってない、ここ。そこのもうちょ、一番端。こういうこと。こういうこと？うん。引っ掛けて上に行く感じ。やるじゃん。これ芋が言ってた。へえ。芋がリスナーに教えてもらったんだって。へえ。ほっ、あ。ここうまいんだよね、俺見てて。ここうまいよ、本当に。ちょっと待って待って、もう一回今の話忘れて、もう一回見てて。なんでだ。まあ3度目の正直ってことで、こっち、ここだけ見て、もう見なくていい。なんか流れるように行きたかったんだけど止まっちゃった。吐きそうなの。水飲んできたの。あと18分で年越しちゃうよ。吐きそうじゃん。もう縦にしてあげて、縦に。いや、縦にしたら気持ち悪いと思う。いや、縦にすればいいって書いてたもん。ほんとか、麦。ほんとだよ、縦にしてよ。お前は縦になりたいのか。縦にしてよ。いや、なりたくなさそうだもん。いや、いいからわかんないじゃん。いや、なりたくなさそうじゃん。
もう机の上やめて。ビールこぼそうで怖い。ダメだって怒られるよ、あんた。あ、行きそうだよ。ほっ。ほっ。おほっ。ほっ。そういう守り方もあんの。なに、俺？いやいや、麦、麦。いや、ちょっと待って。あー、麦！麦、麦、麦、マジで、ほんと今やめて。いやいや。なんだお前、なんで猫パンチしてくんだ。あーあー、麦痛い。麦痛い、やめて。むーちゃん、麦タコしようか。むーちゃん、麦、ああ、くるくる入るかも。汚い。ここもさ、肉球引っかかってんだもん。ほら、肉球引っかかってんだもん。汚い。痛い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 、爪刺さってる。爪刺さってる。あいた。ああ、いや。あ。うーちゃん、やめなさい、あんた本当に。麦。おいで、むーちゃん。したらこっちおいで。離れたくないって。にゃーって、抱っこしてもらいたかったの、むーちゃん。気持ちいいね。抱っこしてほしかったの。うま、俺マジでナチュラルハイって感じだな。トトも、トトも抱っこしてほしいの。抱っこしてもらいました。すごい震えてんだけど、どうしたの？どっち？トット。抱っこしてほしいんじゃん。もうなんだお前ら。麦、麦、それダメ、それダメ。それダメ、それダメ。ここにいて、ここに。ここにいて、ね。ここにいてね。そのままじっとして。いいよ。はい。何怒ってんの？金玉ピーン。金玉ピーン、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 金玉ピーン。ピーン、チン、チン、チン。あと13分で終わっちゃうよ。早くクリアしないと。あ、しつこいしつこい。あ、落ちる落ちる。今触ったら落ちる。なんかもうケツの穴カリッてしてる。ほっ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 さっそっそっそっ。うま、ん、すぎマジでびっくりした。見てねー見てねー。お前もびっくりする速度で、あのさっきのさ階段のところからさ2秒ぐらいで登った。本当に本当に本当にガチ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 のガチ。2秒検証してもらっても構いません。やめてよ麦、やめてよ麦。やばいやばいやば、落ちるよ。あーあ、カメラ機能してない。いってーしない、いってー。
お前殺す気でかんねんだろそれは。おい怒るぞ、いくら温厚な。やめてやめてやめなさい。ビシ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 。これお風入れでもらったやつ。名義むちゃん食べよこれ。おいで名義。お前力強いって。殺す気でかんねんじゃねえか。むちゃん食べよこれ。おいで無義。むちゃんこれ食べよ。明らかに髪型が上級してる。ほんとちょっとずつしか食べれないもんね。おいしいね。イライラして、こんな気持ちで新年迎えるのか。壺に取り憑かれた年になりそうだな。俺2018年の抱負決まった。2019年になるまでに壺クリア。中にクリアして欲しかった。やがましいわ。そんな一朝一夕でクリアできるゲームやないんや。お前の方が始めたの遅いけどなって思った。え、できてないの？え、食いたいんだけど。うん、ずっと待ってた。ファック。そうそうそう、頑張れ。どこに置くの？頑張れ。じゃあちょっとちょっと待っ、一回一時的に、うん、あ、いい。これちょっとなんか気持ち悪くなっちゃった。ここに封印する。え？うわ、キモ！見ましたこれ。うわ、キモ！黄色ですよ、黄色。いるろ、キンモ。
すっきりした。くたばりやがれ。すっきりした。パラパラパパ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 ちくわと、ちくわとなんかの卵と、なんかの葉っぱとマヨネーズ混ぜたやつ。とびこかな、とびこ。そして二つ目はスーパーで買ってきたローストビーフ。ローストビーフ、ローストビーフ。いただきます。おっしゃっていいのかな。おっしゃっていいの。いいんじゃないですか。いただきます。うわ黒いな。下食うな。うん、これ卵が割れる音ね。刺し盛り。数の子。マジか。ショートカットでいいか。こっちの方早いな、多分。もうそんな気がしてきたわ。ショートカットでいこう。わかった。ショートカットでいこう。仕方あるまい。まだショートカットできる。あと3分。あ、3分。何食べながら過ごそう。何食べながら過ごそう。あ、やべ、マウスパッドに玉ねぎ半。あ、刺身高かった。何百円。1800円。もうちょい安い。高いこれ。な、多分、ね、年末年始価格になってると思う。ゲッティングオーバイトやって何もなすことができないなって思ってた。これが2300円。2300円。ここまでいかない。2800円。いくらなんだよ。ん、覚えてない。なんだお前。あなたは分かっているんですか。ん、全部高かった。いや、今年振り返ってどうですか。今年どんな年になりました。僕にとっては成長の一年になったと思います。あなたにとってはゆきさん。麦が来たから嬉しかった。嬉しかった。小学生の作文レベルひどすぎる。じゃあ今年の漢字一文字で何。ん、今年を表す漢字一文字は猫。最悪だ。なんでだよ。お前漢字一文字で表すな。なんて、
はい、うわ、おもんな。うわ、おもんな、こいつ。ねえ、あれ食べたい。刺し盛り。イカ食べたい。え、ポン酢でよかったんでしょ。うん。ポン酢以外で刺身食うは、ようわからん。やばい、年越しちゃう。何時？何分？あと15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。だー、明けおめー、2018、イエーイ、あっけおめー、おー、サラダ食べよう。イエーイ、今年もよろしく。あ、違う、今サラダに言っただけだから。サラダに言った。うん、おー、イエーイ。いや、いいね。いや、ビールもうちょっと買ってくればよかったな。りょうさん継続4ヶ月目、ありがとうございます。ダロダロさん108ビット、ありがとうございます。リリさん、シーシカさん、2018だからじゃない。まあ、わかんないや。煩悩か。あ、108、煩悩。シーシカさん、リリーさん100ビットありがとうございます。ノクターナルさん1ビットありがとうございます。竹犬さん100ビットありがとうございます。若め坊さん300ビットありがとうございます。アップルさん2018ビットありがとうございます。明けおめ、うん、じゃがりこさん継続6ヶ月目ありがとうございます。丸ごとトマトさん、クロウさん100ビットありがとうございます。あ、ちょっとちくわ失礼。俺にちょっとこの音を。Oh, コバードさん1000ビットありがとうございます。アクアバタフライさん200ビットありがとうございます。うん、お母さんだよ。ちょっと待って、明けましておめでとうございます。まさかのガチャ切り。もしもし、うん、ちょっと待ってね。こんばんは、明けましておめでとうございます。はい、おー、イエーイ、元気です。はい、あ、でも多分いけるようになったと思います、多分。おー、はい、ちょっとまた確認取るんですけど、多分いけます。はいはい、大丈夫です。食べたいです。はい、多分4日ですね。ですね。はい、何ですか、何時間で死ぬ。この間ユキに言った何時間で死ぬ。あ、はいはい、なんか変なウイルスの話、いい、聞かなくていいよ。はいはい、今配信してるからっていいな。気をつけます。はい、
はい、わかりました。予防接種受けてきます。ないから。あ、ないんだ、ないんだ。はい、じゃあまた。はい、ゆきに変わります。はい、おやすみなさい。恐ろしい。いいって、そんな話しなくて。うん、うめえ。何？ああ、顔見て。ああ。ウイルス、気につけようないっしょ、そんな。ああ、わかりました。コワードさん線引き。Oh, yeah. フライングフィンさん3ヶ月目、継続3ヶ月目、ありがとうございます。プレイランさん継続4ヶ月目、ありがとうございます。アクアバタフライさん200ビットあるやってたけど、グッチー、グッチーさん 20.18 ダラーありがとうございます。お米粒さん100ビットありがとうございます。明けましておめでとうございます。配信楽しみです、ありがとうございます。まゆみんこさん500ビットありがとうございます。今年も終わらせてください。はい、お、アークさん、これアークさんかな。アークさん、購読ありがとうございます。Thank you for a sub。うん、チャフナベさん、82ビット、ありがとうございます。Oh, yeah! イサミンさん、2018ビット、ありがとうございます。明けましておめでとうございます。うん、はいはい、うん。チェミボーさん、継続5ヶ月目、ありがとうございます。明けおめ。Yeah! 明けおめ。うん、待ってました。Oh, yeah!殺伐さん継続5ヶ月目ありがとうございます。明けましておめでとうございます。他の方にも電話していい？うん、今年はですね、今年の抱負は年間、年間1100時間、1200時間配信することです。明けましておめでとうございます。今年もお願いします。あ、ちょっと変わるんで待っててもらっていいですか？だよ、おかん。うん、あけおめ、おめでとうございます。飯食いよる。あ、なんや、なんや、なんもない。あ、家おる。あ、元気。あ、なんか届いた荷物。うん、届いた。連絡してないか。あ、何の、何のおめでとう。あ、分からん、ごめん、気づきよらん。ああ、そうね。あ、悪いの。まあ、なんか言いよったね。なんか LINE 来たけど。あ、ほんと、そりゃよかった。そっちに置きな。あ、いいや。何が、パソコン。あ、そう。何の試験？ああ、はいはい、なエクセル使い切るん？あ、そう。まあ、よう分からんけど。なんか打つ速度とか関係あろうか。ああ、ああ、指を3本以上使うな。本当か？指が動けらんやないか。あ、小指やね。俺もあんま使いやらんかよ。ああ、
まあそれは打ち受けになれるわ。うん、まあそれはもう数打つしかないね。あ、ほんと、うん、年の割には頑張りようやん。うん、アホ。なんやそれ。あ、ほんと、うん、よかったやん。まあ、ほんと。じゃあの。ああ、わかったわかった。はいはいはい。おばあちゃんも。おばあちゃん。うん。は？明けましておめでとうございます。ああ、なんか声近くね。風邪ひいちゃう。声変わりしよう。何を言いようとや。あ？おばあちゃん。ああ、うん、持ってない持ってない。ありがとう。うん。うん、まあ順調。うん、ばあさんは、いや、うん、そら主張けど、なんや、あの体の調子はどうや。もしもし、亀よ、もしもし、川上さん、もしもし、直したら。もういいや。俺の携帯でかけ直すわ。あ、充電 9%？ 充電 9%。 あの人よう誤操作で消すからな。あ、ミュートにしちゃったのかもね。なんかおかんが勢いなんや、パソコン教室で、うん、言ってた言ってた、俺のことを知ってる人がいて、シャカママって呼ばれてる。ウケ。やめてほしいんだ。ね、ちょっとこれすごい美味しい。もしもし、切れたば。ああ、なんで、なんか体の調子はいいんか。ああ、そう。ああ、ああ、もう75か、おばちゃん。うん、ああ、ほんと車で歩道に突っ込んだりしたらいかんばい。ああ、アクセルとブレーキ踏み間違えて人を跳ねる、跳ねたら大事、俺払わんぞ金。うん、うん、うん、あ、そう、うん、また来年帰れたらどっかで帰る、うん、また来年帰れたらどっかで帰る、うん、おう、おう、ああ、元気でな、ああ、じゃあな、終わり。お父さん、お前じゃあ知らん、うん、LINE しとこうかもしれない。え、LINE から消えてるんだけど。あ、そうか、来年って言ったら2019か。来年って言っちゃった。向こうもはーい、はーいって言ってる。おいしい、うん、うん、もうどれ食えばいいかわからん。お刺身食べなよ。うん、これ、これこっち持ってって。この食べるのに2段階いるのってめちゃくちゃあれだよね。したらポン酢を。それはさすがにちょっと俺もね、
どうかなって、人としてどうかなって思いますよ。何がピットが言うやつない。お前パプレステ3つけたらいいんだけど。いやいいよ別に。刺身はポン酢でしょ。なんかさ、この今見てるさ人にいるかわかんないけどさ、うん、配信してないのにチア入れてくれてる人いるんだよね。おう、ずっとずっと何ずっとって怖いんだけど、ここ3日ぐらいずっと、うん、前どういうことずっと8300入ってた。やってないのに何だ、税金対策とかわかんないけど誰。8300はちょっとやばいね。お礼をしたいのですが、お礼をしたいって言ってやばいね。8300はすごいね。昨日も6000入ってた。妖怪チア落としって言ってたけど。妖怪チア落としやばいし。8300 3日間で、わあ倍よ。昨日は6000。60ドル。今日は83ドル。今日、え、今日83ドルで昨日3日で83ドルじゃないの。違う。あ、いや怖っ。なんか数字に意味ありそうじゃない、なんか早く死ねみたいな。こう、こうなんかつなげていくと、ちょ最初いくらっつった。60 6083 6083。無を闇ロゼ6083リョー。これ美味しいね。あ、60ばあさんってこと。お前マジでさ、ふざけんなマジで。なんで60ばあさん。なんや、あ、もしかしたら、うん、次に多分ね、突然意味深に108とか来ると思う、まあ、106とか多分コインロッカーの番号で覚えとこうって。で、いや違う違う、その前の数字が暗証番号なんだよ。あ、入れろと。そうで、バー開けたらもう金銀財宝よ。もう下はディズニーランド。そんな感じじゃねえかな。下はディズニーランドいいな。下ってどこって感じだけど。サプライズだね。2000人もいてんの。いや汚い。あ、ごめん消しちゃった。いやちょっとなんかその2000人も見てんのをごまかそうと思ってちょっと減らそうかなと思って。1700人ぐらい。やばい、2000人も年越し一緒にしたのすごくない。2000人と年越しするっつったらもう X の年ぐらいだね。いや意味わかんない。どこ行った、むっちゃん。むっちゃん飲まないのこれ。もう入ってないでしょ。うん、いやだこれとか、なんかメロン、ほろ酔い、メロンほろ酔い嫌いなんだよな。え、嘘、美味しい。いや美味しいよ、美味しいけど、うん、その美味しさと、新シリーズが出てたから。新シリーズ期間限定。何笑ってんねん。おめえだよ。おめえ。お前。いやそういうことじゃねえから。まだツボやってんじゃん。うん、なんかずっと同じ場所行ったり来たりして、何してんだろうなこの人と思って。まあ釜なんですけど、ね、いやツボなんだけど、ね、いや釜って言ってたもん自分で。自分って何、翻訳ミスじゃないの。いや誰が翻訳したか知ってる。って何。別に酔ってるわけじゃないけど、やっぱ年明けテンション上がるやんね。うん、上がるやんね。ごめんね、なんか飛び込んだ。やめろや、トトの頭に卵を産みつけんの。
気持ち悪い。ごめん、とっちゃん。飛びっこ頭に飛んじゃった。笑わせるから。ダメなんだよな。電話すると、こう、ちょっと方言が蘇ってくる。すごかったよ。何が？ね、標準語で逆に電話だと話せないからさ。半裸かゆ。あ、そうなの？そうそうそう。そうなんだよね。いや、お前もそう、はぁ、したっけとか言ってたけど。いや、したっけはまあ。ああ、したっけ、隣のなんとかしとったべ。言ってない。笑よーっつって。笑よーっつって。サルトビサスケじゃん。わかんねえか。いや、わかんねえかとかじゃねえから。なんでお前、俺がわかんねえことにしてごまかそうとしてんだよ。何がわかんねえか。いい加減にしろや。買いに行く？行ってこようか。うん？いや、大丈夫です。あけおめ、初詣行かない？誰？あの、千葉の風俗経営してるおじさん。どっちで？富岡八幡ってどこ？え、しかもこれ、なうかよ。今から？いつ？今から。あ、グループライン？そう。明けおめ、初詣行かない？で、いつ？って返してる人がいて、今からって言ったらまたその返してて、はい？どこに？そりゃそうなるわ。そしたら、行かないって言った人が、え？って言って、で、もう一人も、え？って返してめっちゃシュールなのやりとり。チャレンジャーすぎない？殺人事件があったとこ。刀で切られる。旗門場じゃん。知ってる？旗門場。旗門場知らねえか。世代だな。これがちょっと年の差感じるんだよね。は？若い子知ってんの？わ、いや、俺と同じ年の男の子は多分旗門場絶対知ってるよ。ねえ、旗門場知ってる人26歳。Put your hands up。 いや、マジそれ自分に見えるんだけど。ヌーベーだよ。旗門場、こうやって。こうやって。自分の体の周りにこう車輪みたいなのが、の刀がついてるの。それこうやって漕いでる。内臓飛び出てる。いや、怖っ。いや、辛いね、やっぱりこの、うん、あー、おしっこしたい。うっ、しちゃった。いや、いいね。君たち、来年の抱負は何かあるの？そっか、デトネーター 4BR っていう、あ、デトネーター。ごめんごめん、今年の抱負だった。いや、すごいな。 LINE でさ、個別で送ってくる人でさ、うん、でもそんな仲良くない人っているじゃん、うん、でも明けましておめでとうって俺に送ってくるってことは多分全員に送ってるよね。いや、知らない。感覚的には仲良くない人で、例えばそこまで LINE のやり取りはなんかちょっと挨拶でみたいな、うん、交わした人から例えば明けおめってきたら、この人全員に返してるのかなって思わない？うん、返してるっていうか送ってる。あ、すごくない？その根性が。高校生までで送ってた、ね、メールで。で、たまにさ、あの、なんかみんな CC に入れててさ、あ、もうなんか全員のアドレス出てんだよね、ブワーっつって。間違えてる、誰だよこいつみたいな。で、こう自分が知ってるちょっとメルトモの女の子のアドレスとか入ってたりしたらさ、うわ、こいつも知ってたんかよみたいな、ちょっと発覚すんだよね、すごい。複雑な気分になる。そうそうそう、お前もだったかーみたいな。おめでとう。なんか一括送信でさ、時間指定できたよね。できたっけ。え、ショートカットしようとしてる。まあ、ヤマトの先生には無理だよ。スカシッペ、スカシッペもいいとこみたいな。今のジャンプの方が大きかったもんって。いや、でも俺もなるから笑えないんだけどね、これ人のことは。いや、俺もだってこの時期あったもん。多分ね、タイムアタックの動画見たんだ
か。俺もタイムアタックの動画見てここチャレンジしたけど、うん、10分経たないぐらいの時でやべえ、まあ、こっちこっちぶつけてた。あれ何しようとしたんだっけ今 LINE で。返事返したんだよ。うわあ変な方飛んでっちゃった。なんかお前刺身だねや。ちょうだい。どうしよう。いや、やっぱ食べようかな。もったいないし。中トロみたい。この中トロみたいなの。中トロみたいっていうか中トロだから。え、醤油つけないの？え、気持ち悪い食い方しようかな。ああ、そういうこと。初肝食い。そんな気分悪そうな顔しなくて。ちょうだい、マグロトドにあげたいし。どっちマグロ食べる？なんかあれ思い出したわ。なんだっけ。あれあんじゃん。なんか 人の怒らせ方かなんかでさ。うんうんうん、なんかもらっ、なんかそもらあの女の人の写真めちゃくちゃ舐めるシーンあるよね。知らないんだけど。知らない？あと名刺交換した瞬間に相手の名刺ガーン握りつぶしてめっちゃ目の前にこう。もう人の怒らせ方とかじゃないからね、もうそれ誰でもできるから。明けおめ、うん、おいしい。これ本マグロだよ。本マグロ、うん、本マグロって何？本物のマグロいやいや、普通のマグロは偽物なの。あれは何なの？本マグロってない？本マグロは本マグロでしょ。うん、おいしい。本マグロって何？おいしいね。誰も知らねえな、これ。この返事の遅さは誰も知らねえな。本末転倒マグロやで、これマジ。あ、すんごいつまんなそうな顔してるわ。俺は結構面白いと思ったけどね。黒マグロが本マグロだって。じゃあ黒マグロ。黒マグロっつったら一匹、まあ重さにもよるけど300万とかで売れるやつだね。マグロの解体ショー見てみたい。あ、確かに、ね、見に行く。セリに参加する。いくらかかんだよ。いくらかかんだよ。嘘だろ。マグロも買わなきゃいけないでしょ。だってあれ、だってそのでっかいのじゃなくていいじゃん。いや、お前そんなちっちゃい細いマグロ、お前こんぐらいならいいじゃん別に。いや、お前いくらすっと思ってんだ。何が10万20万じゃん。バカにしやがって。いや30万じゃそんなじゃ済まへんわ。済むよね。ここでやってもらうってやばすぎだろ。俺血だらけになっちゃう。リスナーもう一緒にマグロの解体ショー見せて、うん、チャットで競りしてもらう。どう？過去取りに来て。どう？いくら出す？みんな解体した部位にもいるでしょ。いや、なんか一番いいとこだったりしたら。釈迦三昧ね、寿司三昧の寿司。あ、知ってんのかよ。まともな奴らがいねえわ、解散。200円とか。あ、チアで競うってのどう？競うってのそのダメじゃね？誰か一人がそのもらえるの。どういうこと？一番良かった人は何なの？剛力花毛さん、100ビットありがとうございます。剛力花毛ね。わ、辛っ。
お、辛っ。そんな一本だけで。うん。なんか水飲む。あ？水飲む。水？飲み物ないんでしょ。あるよ。いや、どうですかね、皆さん。今年の抱負は。うん、どっか行ったんだけど。メギ。あ、いるんだけど。うわ、そんなところあったの？いや、そこで寝てました。彼女を作る。大金持ちになる。死なない。本を10冊読む。クリスマスデュオする。頑張って死ぬ。石油王になる。オーバーウォッチから逃げない。就職する。配信をすべて見る。特にないな。生きる。素人童貞卒業。貴乃花やんけ。彼女ってそんなにできないもんなの？単位を落とさないと。何？AV の童貞シリーズに出演するってなんだあれって本当にでもあれなんでしょう。応募してるんでしょう。だってなんか前ね、犯罪起こした人が誰々の AV に出てるみたいな感じで話題になったもんね。俺も一回行ってみたいな。怒ってんだけど。殺すぞ。俺も行ってもいいかな、うん、AV 素人シリーズ。でも顔出ちゃう。あ、またつけちゃう。顔どころかも。チンチンまで出ちゃう。ダメです。AVA 男優から AV 男優にジョブチェンジって書いてある。その女の方じゃなくて、うん、シャバ君の方で抜かれるかもしれない。なんで半笑いなの？いや、笑ってないんだけど全然。あ、そう。あ、うまい先生。俺よりもここ、え、うまいんだけど。あ、でもここ流れるようにいけないのダメだな。赤ちゃん俺が産んだらさ、初めて。あ、違う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 。俺らが産んだらさ。俺ら。なんか変なんだけど全部。赤ちゃんできたらさ。うん、初めての産声がもしかしたらボヤーになっちゃうみたいな。もうやーっつって。それさ、もう何言ってなくてもボヤーにするから絶対。っていう話を今日配信でしてたんだよ。だって子供産んだらどうなんのって。だって、うん、お父さん何してる人なのっつって。いや、お父さんどう、何してる人なのって言われた時に、いや、なんか家で規制上げて小銭もらってるみたいな。なんか悲しくねっていう話で、もう実際産んでも産声はぼやだよっつって、うん、で何立ち会いして配信していいの、うん、FC2 アダルトとかでマジで何なのそこを映すなよ。ぼやかどうか知りたいじゃん。どういうこと産声は。ん、立ち会うってどういうこと。産んでる ところに入れるんだよ。ああ。いや、言うと思うよ、多分。ぼやーっつって。ぼやーっつって。でもさ、ビデオ回しといた後でさ、見れるじゃん。
あ、音だけね、とりあえず配信でこんな感じの産声だったんですけど、これはボですかオですかみたいな。あ、ギャラ払って会津さんとか連れてけ。会津さんと会津してやめろ。あーっとここで私の気持ちは何も考えてない。頭が出てきた。いや、マジ見てんのか。会津さんがこうやって握り拳。会津さん実況するとき立つんだよね。立ってこうやって画面に、え、なんかこうやってバーってこうやって前のめりになってこうやって見んの。うーん、だからもう多分その要領で。あーっと頭が出てきたっつって。あ、でもこれは腕、右腕か、右腕、左腕だーみたいな。やだわ、絶対連れてこないで。あとへその緒が首に引っかかっているみたいな。ちょっとダメでしょ。見てたのに。ああ、取れるか取れるかみたいな。いいじゃん。バカすぎるし。アイズさんが勝って、あ、落ちた。あ、アイズさんが、え、何も難しかった。普通に行き始めた。ほら、結局こうなるんだよ。俺もこうだったもん。最初になんて喋ってほしい、子供できたら。ん、なんだろう、ね、自分の名前とか。名前、まあ、ママとか。どっちでもいい、別に。トトって言いやすそうだよね。でも山本先生成長早いな。俺ここまで行くのに3日ぐらいかかったけど。やっぱ俺下手くそなんだな。すごいな。子供の名前ゆうたとかでいいんじゃない。やだ。口押さえてんだけど。違う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 、そうじゃない、とか言ってんだけど。やだ。関係ないから。関係ないから。関係ない。関係ないから。びっくりしたよ。今、やだって言った後に、そこをもう 0.2 秒ぐらいで、でもうなんか、何もかも、なんか、エイリアンが腹にグレランぶち込まれた時ぐらいの声出してた。関係ないんだ。K は。K。K。K。ギアさんの名前高橋 K っていう。名字は関ですか。なわけねえだろ。あ、どうも。なんだろうね。名前、ちょっとみんなに案を聞いてもらわない？名前の。変な名前じゃなかったら何でもいい。お前何がいいって言ってたっけ？あけぼの？なんだっけ？なんか言ってたじゃん。なんだっけ？なんだっけ？忘れた。男だったら、まず。うん、あ、女だったら、うん、ミオがいい。ミオ、うん、ミオだって。ミオ、ミオ、ミオか。お、なんで麦がいるから。
あれ、なんかミオってなったっけ、うん、違うわ。あ、違うんだ。でも麦はあれでしょ、軽音でしょ、うん、びっくりした。アニメのキャラつけようとしてんのかと思った。じゃあ男だったら、男だったら川上よ、川上美よ。そうそうそう、あ、名前か、うん、映画の話かと思った。そうって、うん、いちごとか、そうそうそう、川上さお。絶対ウルトラソウルっていじめられる。やめよう。絶対ウルトラソウルのリズムで名前呼ばれていじめられる。やめよう。川上さお。いや、それダメだわ。言われるでしょ。絶対言われるって。やめよう。絶対いじめられる。はーいって言って、こう周りの同級生が。最悪だ。絶対言われるね。ソータだったりね。タタって嫌なんだよ。男か。なんだろうね。ミキさ、トトの名前もランキングから取ったんだよね。おう。ランキングで取るのやめよう。川上ラインハルト。めっちゃかっこいいじゃん。絶対強えよ。名字とのあれがやばい。あ、りょう。やだ。あ、やなんだ、うん、身内にいるんだっけ。いない、いないか。あれ、なんかりょうすけとかいない。あ、りょうすけはいるよ。りょうすけはいる。なんだろうな。なおと、なおとはね、俺小学校の時嫌いだったからね。嫌いなやついたから。やばいでしょ。ケンジとか一番嫌だ。ゲンジは？川上インティライミ。なんだっけ、あのナオトインティライミが、なんだっけ、あの画像のやつ。殺するやつ。なんだっけ。今日も殺してきましたよってやつでしょ。そうそうそう。あ、カイジ。いや、やだよ。ダメ？やだよ。赤木は？あ、でも名字か、あれ。あ、ジンかっこいいね。川上ジン。あ、ジンかっこよくね？川上ジン。自分もかっこよかったよ今。川上ジン。川上ジンとか言われない？多分ね、私ね。川上代表みたいな。昔ね、カトゥーンの赤西仁介やったから、それから撮ったと思われる。ああ、それはしょうもないな。ちん、ちん。何してんの今。川上釈迦はあかんのか。あかんやろ。どう考えてもあかんやろ。川上隆博、お前それ隆博さんだろ。てててててて。XQ とか言ってね。川上 XQ ってやばくない？あ、女の子スモモド。いや、やだよ普通に。え、なんか地味。なんだ、何つけてんのこれ。どうじゃねえんだよ。ね、それ何の、何ついてんのそれ。え、まあ、ミートソースじゃん。え、ふけやじゃない。あ、男難しいね。うん、もう
初心に帰って竹彦とかどう？初心なのそれ。わかんないけど。太郎とか来るのかと思った。ね、むちゃ出てるよ、可愛くない？え？むちゃ落ち着いてる。本当だ。だんだん言ってることが適当になってきてるもん。川上ガレンってなんだよ。地球を持ち上げてるぞ。甘エビ食べるのティッシュだよ。川上家康ってめちゃくちゃ語呂いいね。川上タイキックでーでーんってやつじゃねえかそれ。全然おばあちゃんに決めてもらおうよ。ああいいね。いやでもおばあちゃんとかになったらもう刺激とかになるよ多分。いいよ刺激は。ダメ、うちのおじさんだったし酒飲みで。ああうちのじいちゃんなんだけどね。え本当に。じいちゃん刺激だよ。お父さんおじさんもだよ。あほうなんだ。刺激だよ刺激。いじゃじゃんハゲ。いやもうあのかねこっからハゲてる。うん川上薫。いや絶対握力世界一強そう。川上フェイカーどう？ダメでしょ。ダメか。実際どうなんだろうね。川上フェイカーって出したら市役所に。漢字によるじゃん。いやもう英語。え？ダメなのかな、ね。日本語じゃないとダメなんだっけ？え？あびっくりした。キリトって返した。川上三百。いいね。川上京一郎をご利用してくる人いんな。川上何言ってるけど。いや男の名前ないな。翔太。翔太か。親戚。まあでもさ妹の子供さいとこの子供と同じ名前なんだよね。川上重工って面白いんだけど。もう会社の名前じゃん。で何いとこの友達いとこい妹あの春と、うん、いとこの子供名前一緒なの春か。あなんだっけあれ GTO に出てくるさ冬がついてる人だなんだっけ。あ違う湘南純愛組かな。冬が名前についてる人がいるんだよね。なんだっけ冬月先生。それは GTO だね。なんだっけなんだっけね違う冬月先生じゃなくてあ冬美かな。男で冬美って言った気がするんだよなって考えてたらさ待ってすごいのいるんだけどカッコニトリってどういうことかなって思ったら2がなかった123って書いてて。やばくない。どういうこと。あんまこっち来たら映っちゃう。ああそういうこと。なんかそういう名字の人いるよね確か、うん、いやもうだんだんみんなまともに考えてくれなくなってきた。達也。うん、なんかちょっとやんなんか金髪になりそう。達也ね。川上原愛。愛って名前嫌いじゃないけども上原愛好きな時点でもうダメだもんつけれなくなっちゃった。でかっ。あ、川上誠。なんだっけ誠って。知り合いの役中にいる。な難しい。おお、先生登ってる階段。めっちゃ喜んでる。俺と一緒だ。この後すぐ落ちるんだけど。男の名前難しいね、うん、
女なんだっけ、ミオ、うん、ミオなに、シンセサイザーどれ、そのなんだっけ、グレネード鏡いやもう名前じゃねえし、ちょっとさ女の子っぽい名前の男ってかっこよくない？あーわかるわかる、ユウとか、あいいね、ユウ、ユウいいじゃん、いやいやだ、いやなんでユウタだから、いや違うよ友達にユウちゃんって言うの、じゃあなんでユウって言ったんだよ、言ったらやめたら、あすごい増えた、すごい増えた、空、うーん地面だしな、どっちかっていうと、つぐみ、つぐみ、つぐみってなんだっけ、マザドラマのつぐみ、みずき、あいいね、みずき、みずきいいね、つかさ、うん、いちご 100% っぽいし、そうなの、うんあとなんか広島のヤンキー漫画かなんかの主人公もつかさだった気がする、うーん、その辺しか出てこないグレートブリテン川上グランチャコって何つかさいいかもね、キティとかお月はダメ、友達の子の中でもこれ一回も配信で聞いちゃったらさ一通り出てくるからさ、うん、なんかどれどの名前にしてもさ配信で言ってた名前って言われそうだよね、もう、あバッドボーイズだ、そうそうそう、懐かしいな、あリク、ハルトはあれなんですよ、嫁の妹の娘、息子がハルト、ハルトだよね、うん、言っていいの、いいよ、ハルトだもん、だってもう川上でもなんだっけ大数詞じゃなくてなんだっけ大喜利になってるもん、カエデいいと思ってた、カエデ、あカエデルカはカエデよくない、川上ゴリダンクとかどう絶対バスケ上手くなるよ、千秋も俺いいと思う、千秋で男ってちょっとかっこよくない、おばあちゃんじゃん、あそう確かにおばあちゃんだ、川上ビンビンビンラディダメだろダメだよそれ、それライン超えてるよ、あ翼もいいね、あ翼か、翼ってなんかこうなんかいいとこまで行くんだけど、あやっぱダメっていうイメージがどういうこと、下げると意味わかんねえよ、下げって何、川上ポチンケをしておるな、あ、ミオ男でもいいかもね、川上安倍晋三ってやばくない、晋三みたいに、もう全部やっちゃうんだよ、もうやっつけ仕事感すぎんだろ、あ、千里、あ、えパッとしない、えミオ男でもいいって言ってる人いたよ、川上ミオ、うん、いや、ミオ男はどうかな、ちょっといじめられるんちゃうかないや待って、ミオでいじめられてたらさ、シャネルとかすごいことになるじゃん、何シャネルって、いるじゃん、なんか変な、それはいじめられるかもしらん、それは肯定はしないけど、まあでもそれ理解はできちゃうよねそれはいじられるよ、だって川上そうでいじられるっつってんのにシャネルはいじめられるでしょ、レイいいね、レイちゃん、レイ、うん、あ、ちょっと待って、レイジっている、いいかな、中川な、誰だっけそれ、お笑いあのね、レイジがは、親父の妹の息子、レイジもう川上サイコも押しすぎだろ拾われるまでやってんだろ、もうそれ、川上ミキはね、おかんの姉ちゃんの名前なんだよね、ポッテが川上ベネタ、川上ソヨ
ゆずる？あ、ゆずるなんかは、あ、いやでもなんだっけ、ゆずるってなんだっけ、あのなんか、あ、フィギュアか。あ、川上浩二どう？絶対人類最強になると思うんだけど。え、マジでどう？絶対人類最強になるよ。ゆずかわいいね。川上譲らないってあるんだけど。いいから。川の字がもうなんかわけわかんなくなってきた。なんかあれだね、だんだんゲシュタルト崩壊してきたね。もうむちゃくちゃやんけ。なんなんだよ。俺結構真面目に見てるから、ね、あんまり複雑なさ感じつけたくないんだよね。そうだね。小学校の時困るから。もうしょうもねえの送んなや。何が川上サムゲタンじゃ。川98もいい。すごいなコメントの量、全然追っつけない。孫心尊って何？かっこ孫心尊とか読み方つけてくるけど別に何なんそれ、謎のこだわりみたいな。あ、川上はじめ、あ、葵かわいいじゃん。葵、うん、いやでも活動休止しそうじゃない？なんで？え、葵エル、ああとなんか葵ってなかったっけ、葵空。まあさすがに世代的に大丈夫か。でもそこまで考えないとやっぱね、お前なんか冷静にしてたけどすんげえ音したなーと思って、椅子壊したなーと思って。なんだっけ、葵、男でもいけんじゃない葵って。うん、あ、じゃあ一番最初に生まれた子を葵にして、川上葵にして、次男は川上黄色いとかどう？もう言う前から面白すぎて。ダメだ。ダメだ。もう言う前から笑っちゃった。面白すぎ。もう1時間も経つんだね。ねえ。川上かれん、かっこ出ましやーって書いてんだけど。何か間違えてる。出ましやーじゃない。シン、よくないシン。ナナどう？ナナ。ヤス。ナナつながりじゃん。ナナか。ナナって可愛いけどね。いやね、あのね、俺ね、いやこれ偏見かもしれないんだけど、うん、てか別にいいんだけど、うん、幼稚園の時にナナちゃんっていたんだよね。うん、でナナちゃん黒人だったの。だからナナちゃんはなんかあのその木の実ナナとかもちょっと浅黒い感じがあるじゃん、うん、ナナってなんかちょっと黒いイメージがあるんで、うん、川上チートだって何？他の意味。なんでそんな変なの思いつくの？川上白イルカって意味ある？なんでそんな笑ってんだよ。あ、トキ、その動きはトキ絶対強くなるよ。ひどすぎ。絶対3文字でしょ、ひらがなの。川上首絞めハム太郎って何？どういうこと？
どこでその首絞めが入ってきたの？意味がわからなすぎるんだけど。川上首絞め？ハム太郎って何？なんでそこで首絞める必要があったの？意味わかんない。まあでもなんだっけ、ちょっと忘れないようにしない。川上なんだっけ、青い？青い楓。楓京ちゃんの妹だからちょっとやめとこうか。あ、そうなんだ。紛らわしくなっちゃうから話するとき。青い。でも楓って可愛いよね、名前。可愛いね。うん。で楓って歌超好きなんだよね。楓レイミオ。なんか全体的にちょっと女の子っぽいよね、名前が。うん。でもいや、どっちでもいけそうじゃない。でも。でも女の子っぽい名前ってね、なんかこう言い方悪いけど。なんか成功作多いよね。あ、なんかこう会見の、あ、なんかそう、やっぱちょっと中性的だなみたいな男の人いたりするじゃん、うん、顔見て決めようじゃん。顔見て決める、うん、それ川上マウンテン頬とかにならない？大丈夫？場合によっては顔見た瞬間に。でもこれ毎回言ってるけどさ、うん、子供の時の顔ってほんと参考になんないから、もう実証済みだから。可愛かったもんね。もう正直子供の時の俺をもう自分で言うのもなんだけども、神だった、ね、ほんと可愛かった、ね、成功作だったね、うん、可愛かった。でやっぱりね、子供の時はブサイクの方がいいと思う。びっくりした、あんな可愛かったんだと思って。何お前。なんてもうひどすぎてもうやばいよね。お前アンパンマンだと思うね。でもあれほんとリアルアンパンマンだよね。あんなにアンパンマンのやついいよ。パンパンだったもん。俺すごかったもんな。目クイックリしてね、まつげプリーンして、うん、どこ行っちゃったのって感じだけどね。長いじゃんまつげは。ちょっとひねろうや。川上リアルアンパンマンっても丸ごとぎっしりじゃん。川上パンパンパン。ソータ。ソータってなんかいいね。ダメだろ。あ、すごい身長。アスカ。やだ。ここ身長に行く人いるのね。ね、俺もここ勢い任せで行ったけどね。でもたまにここで止まることあるんだよね。ペタって。あ、そうなんだ。いや、あるんだって。何回もやったらあるんだって。記憶がない。そしたら他に引っ掛ける場所がないから、こうやっていくしか。あー、うまいうまいうまい。ちゃんと回さずにこう、あの耕しスタイル、耕しムーブって言うんだ、うん、あー、なんで。お、すごい冷静に。あ、違う、手前に引いて、こうやって、こうやって引いて。あー、違う。あー、すごい。あー、うまい。ちゃんとこうやって引いてる。落ち着いて。わあ。めっちゃ真剣な顔。あ、机殴った。グーで殴った。え、やめちゃった。グーで殴った。すごいね、ヤマトンさんが握り拳を作ることがあるんだね。すごいイメージにないね。ね、やめた。壺から出るなってコメントになるって。
夏木秋葉当時秋葉って可愛くね。確かに秋葉いいね。秋葉可愛いね。秋葉って言われそうじゃない？考えすぎでない。いや考えすぎないと。雫も可愛いね。子供って何でもかんでも結びつけるから。いやでもさ、それ一瞬じゃん。小学校の時だけど、その一瞬で傷つく子だっているんだぞ。なんか高校に入ったらさ、いいね、その名前ってなんじゃん。秋葉って可愛いよね。つーかもう顔だから、名前とか関係ないから。だってあ、シオン。いやでもなんかあの、なんだっけ、薬中薬中だから、それも葉っぱでシオンも葉っぱだから。ちょっとぐらい傷つかなきゃ大人になれないよ。その通りだよ。うん、なるほどね。どうやったってね。眉、うん、真冬。うん、かわいい。週か、あーちょっとちょっとひねってるね。ちょっとチャイナっぽい。ちょっとやんちゃっぽいな。あ、リサね。あ、リサ、リサいいね。リサちゃん怖かったからな。先輩でいたんだよね、アスカちゃんとリサちゃん。リサちゃんめっちゃ怖かったよ。めっちゃ怖かったよ。神社で土下座させられたもん。あー、あのリサさん。そのリサさんの。そう。小学生相手に土下座させる中学生おるか？怖すぎるやろ。土下座っていう発想がやばい。中1やぞ。響きか、響き友達の子の響き。ゆいって名前は好きだね。周りにいないし。ゆいってなんかいるっけ？有名な。まあまあゆいってあのあれはいるけど、荒垣ゆいか。しおりか。好きな芸能人で決めるので望みがいいわ。佐々木、うん、ゆい周りに300人ぐらいいるってお前どこに住んでんだよ。ゆいしかいないじゃん。みんなゆいじゃねえか。あ、よしき絶対音楽うまいね。川上佐世子ってやばすぎだろ。もう多分今時佐世子とか言わないよね。いや言うけ。でもさ、お母さんとかがさ、うん、言うかもしんない。じゃあその子、この子佐世子って名前なのって。いや言って言うかもしんないけど、佐世子の内容までは言わないだろ。てかないだろ、その佐世子。さんって響きっていうの？え、知らない。響きってかっこよくない？でも、うん、霞、男の名前にしたいね。霞なら川上俊国殺めっちゃ強そう。漫画の世界だ。上川バルスってもう名字変わってるからね。もう名字変わっちゃってんもん。ちょっとやめよう、ちょっとやめよう。もうそろそろなんとなくもう候補上がってきた。いい感じ、いい感じだよ。はい。ん？もう悩みむよ、あなたの髪きっと生えてくる。信じて喜び抱きしめる。リビスワンダフル、リビズワンダフー。ぽくない？
川上ワンワン川上あきこ マリン。うさみんさん100ビットありがとうございます。トトちゃん。トトちゃん。こいつ抱っこしてるとき大体何しても何もしないじゃん。だから嫌なのかどうなのかわかんないんだよね。嬉しいのかどうかも。基本的に抱っこされるときに俺に何かされるの嫌いなんだろうね。多分。でも抱っこ好きだよね、トトちゃんね。すぐ抱っこしてるじゃん。首痛くなるよ、トト。これ。うん。顎置いて。嫌なんだ。クーッとか言って。なに？待って、タバコ吸い終わったらね。レブ21。かわいいな。ほんとかわいいよね、顔。ね。性格気違いだけど何でこんな気が狂ったような性格になるんだろうな。どうやって育てたらこんな犬になるの。かわいいけど、いやかわいいけど気は狂ってるでしょ相当病的だと思うよ。めちゃくちゃ失着してるし、お前に失着。うん、失着。何失着って。え、執着。失着。何失着って知らない。え、失着って言わないっけ。くっついてる的な。不安になってきた。え。え。え。川上失着。なんかまあ昔さ言ってなかった前。川上鮭ほぐしみたいな。言ってねえだろ言ってたじゃん。何が川上鮭ほぐし、川上ごま塩鮭ほぐしとか言ってたじゃん。言ってたっけ、そんなの。言ってた川上ごま塩鮭ほぐしおにぎりかなんかみたいな。トトって何がやばいの。まずユキがいなくなったらもう気が狂ったように探し始めるし、家から出てったら2時間ぐらい吠え続けてるし、で昔はこいつがだ、つか今でもこいつがトトを、ユキがトトを抱っこしてる時に俺がユキの手とかにこう手を近づけるとめちゃくちゃキレた顔する。でなんかこの辺の肉がピキ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 ってなってウル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 っつって、寝てるユキをこうやって起こそうと思って背中をこうやってやろうとしたら、この手の隙間に鼻入れてきてクックッククってめっちゃ引き剥がそうとしてくる。クックッククッってそんなことするんだ。するよ。嫁さんユキって名前だよ。女で勇気どう？うん、かっこいいよね。でもお前とちょっと読みづらいか。昔勇気ってのが本当嫌だったな。なんで？いや、なんかもっとマリアみたいな名前が良かった。いや、きついだろ子供の時はいいかもしんないけど。30歳マリアはちょっとまあいいか。マリナはいいもんね。でも、うん、マリナ、なんでマリナだと普通な感じなのにマリアになるとちょっとなんかいいとこのお嬢さんみたいな名前。ああ、
日向ね。川上メンマ。うれ。ほんなら帰れや。ちょっと。あ、なんかチンチン濡れてる。雪圧きつかったわ、ね、俺アニメであそこまで笑えなくなったの初めてだもん。雪圧マジキモかったよね。うわこれきついんじゃない。ダメな人はこれダメなんじゃない。あれなんてその集合体ね、見てトトの顔。意外とダメな人いるんだな。集合体は多いんじゃない。へえ。俺全然あのハスコラとか大丈夫だけどな。まあ気持ち悪いなとは思うけど。スコラは大丈夫だな。ハスコラってあれ何のために誰が作ったの？作ったんじゃなくてあれ種だよ。レンコンの。でいやそうじゃなくてあのコラコラ味を人の体とかにさ あれしてる人いるじゃん。であれがみんな結構きついってなるでしょ。あれは誰が何のためにあれを作ったのかすごい気になってるんだよね。気持ち悪い。なぜレンコンの種、なんかさここら辺にやったりして、ね、そうなぜレンコンの種と人体を合わせようとしたのかっていうのが Forever question。 充電 1% しかねえ。ないの充電器。ははないよ。17件も LINE 来てると思ったら全部あの初詣の LINE だった。友達いなさすぎて妹からしか諦めて来てないんだけど。ん？妹からしか来てない？俺が送ってあげよっか。苦手が岩手に見えたって。それやばいよ。あの小読みね、いまだに名前書き続けてる人いるんだ。あ、いつき。よくわからない。友達ではないの。要は彼氏持ちの女の子から明けおめが来たってこと？ああ、他の人の。わかんない。他人の女？あ、わかったわかった。俺と A 君が友達なんだけど、もう A 君と友達の Z 子ちゃんみたいな、もうわけわかんない人から明けおめメール来た。そう、もう誰か知らないの、自分は。連絡先ってさ、友達にしか教えなくない？いや、知られたの。あの、LINE でなんかいきなり送られてみたいな。グループ LINE にいたとか。そう。内羽根。外羽根だけど。はあ、だいぶ疲れてきたな。1時間。あ、そうだ、俺
12月の配信時間、12月の配信時間、12月の配信時間、ででん、201時間、イエーイ、達成してた、イエーイ、初の200時間超えだ、イエーイ。いや、めっちゃ嫌そうだけどめちゃくちゃ嫌そうな顔してたけど、すごいね、1日で割ったら何時間、1日で割ったら3時間なわけないでしょ、1日6時間以上。 0.15 って言ったらどういうこと？は？201割30だよ、逆だよ、なんで割り算、6時間だ、 6.7、 6時間、やばくね？やばいね、すごいな、俺好きだね、配信。でも20日仕事してたとして8時間、160時間でしょ。仕事してなかったら何時間してんの？プラス160時間、まあ仕事の時間を例えば全部配信に注ぎ込んでたとしたらプラス160時間だから360時間、やべえ、確かにね、あのデトネーター 4BR 睡眠耐久なかったら成し得なかった、うん、いやでもすごい辛そうだったよ、もうあのてかもう今月結構地獄だったからね言っちゃなんですけど、地獄でしたからね。そっから生活リズム崩れたもん。仕事と配信で人生の 70% ぐらい持っていかれてるのかとかいうちょっと嫌な言い書き方するのやめてもらっていいですかちょっと嫌な言い方するのやめてもらっていいですか。あ、まあ確かにイベント12月あったからね、もっといけたね。 C4 ランの時とか。次何時間目指す？次っていつの話？来年？うん、来今年、今年、あ、そっか、今年か、今年の12月。1月行けんじゃなって、いつかまで休みでしょ、いつまでだっけ。いや、3日までじゃない、2月に結構大きい休みあんだよね、うん、俺2月にね、1週間ぐらい休みあんの。あー、なるほど、ね、うお、すごい、視聴者人数2018だって。あ、すごい。あ、25になっちゃった、ね、いや、いい感じでしたね。仕事を辞めるか。年始どんかつ？いや、年始どんかつは起きてからでいいや。マジ眠たい。寝る？寝てないもん。お前眠くないでしょ、でも。だけどそんないっぱい寝てない。何時に起きたの？俺が帰ってきてからか。3時だか2時だか1回起きて、うん、また寝た。で、俺が帰ってきた時に起きた、うん、なぜか5時とか5時前ぐらい、うん、いや、早くね、バイオ6やりたい。バイオ6やりたい ね。でも1時半だ、まだ。なんか今寝たらすんごいもったいない感じするわ。まあね、まだ1時半なのに。あれ、1月1日今日そったいよ。初詣行く？行かないんだ。だって。
あれね、向いて僕3時間しか寝てないんだよ。3時間元で寝た3、4時間ぐらい。今からバイオでいいじゃん。いやそれはちょっと燃料投下されないともう俺もう元気出ないわ。かわいい。とりあえずちょっとしまう。後の方がいいね。これローストビーフとかって明日食べれるのかな。食べれるよ。まあ、じゃあローストビーフ明日食べる。いやこれ明日危ねえ。フィニッシュ。それも無理し食べなくていい。これも別に食えるさ、それ、うん、燃料を腹の中に投下していく。何これ、なんて書いてんの。トドロキ。トドロキだろ。いいツッコミだったね。間も悪くなかったし、すごいいい速度だった。何目線だ。なかなかやるじゃん。繋がってんだ。ね、俺漢字は言っとくけど、漢検一級レベルだよ。いやねえよ。ちっちゃくとか言って。漢検一級レベルだよ。かわいいや、イカ臭くなっちゃうし。食べていいじゃん。うん。めっちゃ美味しいよ。食べてほしいの？いや、食べたい。うるせえぞ、鷹の花。何が張り手じゃ。イカは麦にあげちゃダメでしょ。ダメだ。ダメだ。眠ってー。そう思わない。お前まだ眠くはない。バイオシックスやるって言ったらやる。やる。頭いってんだよ。やりてぇ。ちょっとでもリアルに今じゃないとやりたくねえ。ちょっとじゃあこれだけ言わして。ちょ本当に真面目に聞いて、うん、でその上でゆっくり考えて返して、うん、めっちゃ頭痛い。めっちゃ具合悪いの、うん、バイオシックスやる。具合悪いの。ん？具合悪いの。具合悪いかどうかわかんない。もう頭が痛い。めっちゃでもうなんか眼球ズキズキしてる。バイオシックスやりたい。やめなじゃん。なるほどね。いやロキソニンさっき飲んだんだよね。俺聞かなかった。お酒飲んだからダメよ。え、さっき飲んだ、うん、なるほどね。ちなみにコーラで飲んだ。そしたらバブみたいにシュワシュワシュワってなってこう表面ザリザリになった。味わって食べた。ちゃんと口の粘膜にこう擦りつけるように。ケツに入れればいいんじゃない。
それ効きすぎてやばいんじゃないの、鎮痛剤が。そうか、ケツにビール瓶突き刺して逆さまにするか。誰を、え、誰を、俺を。ああ、いい。こうやってなんで自分がやられること考えてんの。まあ、でも明日もあんじゃん。明日もトゥモロー、トゥモロー。トゥモローって何？え？明日？明日。明日で昨日。今日は？トゥデイ。おお。今週は？なんとかウィーク。お雑煮？食べたいの？いや、お雑煮俺あんま好きじゃない。普通に砂糖醤油で食いたい餅。あとなんだろうね。あ、きなこね。きなこ説あるね。きなこもうまいんだけどね。まあやっぱ砂糖醤油なんだよね。餅に普通の醤油つけて食うやつなんかおらんやろ。おるんか。まあ、関東の醤油と九州の醤油違うからな。実家でやってた時はあの石油ストーブみたいなやつの上で持ち合えてたな。ぷくーパン川上福福くん。餅に乗り巻く必要性が全く分かんないわ。はあ、美味しいじゃん。なんでもかんでもね、そうやってね、もうラーメンの話もそうなんですけど、尽きりゃいいってもんじゃないんですよ。手当たり次第ね。やっぱ素材の味っていうのがあるんだよ。餅が泣いてるぞ。納豆の中に入れたい。んでもかんでもぐちゃ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 混ぜやがってよ。え、美味しいよ納豆。でもちゃんこはいいよ別に。まあ別に俺はいいんだよ。俺はいいけど餅が泣いてるよ。俺はいいんだけどね。本当にそれで餅美味しいって言えんのかって胸張って。それは本当に餅なの。いいけど、別に俺はいいけどさ、それでも。何もつけないで食っても餅は美味しいよ。そこにほんのりの、あ、餅って猫どう？いや、ダメでしょ。喉詰まっちゃうんだよ。違う違う違う、名前名前。ああ、前なんだ、粒だ粒。いや違うんだよ、その味、あのね、そのポン酢にわさびを入れるように、あ、まあ醤油にわさびを入れて刺身を食うように、その食い方はいいんだけど、刺身に、まあ、例えば海苔巻いてめっちゃうまいとすんじゃん。でも刺身に海苔巻いて刺身が美味しいと言えんの？醤油はいいよ、まあ
俺の趣味じゃないけど、まあいい、いいよ、醤油はね醤油よかったら何でもいいじゃん。砂糖醤油とかまではいいんですよ。きな粉も OK。 もきな粉もだってきな粉となんだっけ砂糖混ぜてんでしょ。いやいやいや、だから餅に海苔巻くっておかしいっしょ。なんで？そう、何でもかんでもマヨネーズつけて食べるやつと一緒だよ、俺の中では。それは君はね、餅が好きなんじゃなくて海苔がついた餅が好きなんだよ。別にいいじゃん いや別にいいじゃん、それはそれで それはそれでいいよ いや海苔は美味しい、俺海苔好きだよ、海苔は好きだよ、うん。なるほどね。まあ君たちは変わった人だね、本当に。いやいやいや、ごめん。やばいよ、あの人。ふりかけはどう思う？ふりかけはどう思う？いや、俺はあんま好きじゃないかな。え？嘘。入れてって言ってたじゃん、お弁当にやばいよ、この人見えはんなってなんだよなんだてめえ宝花お前まあまあいいんだよ、別に好きにやれや一生もねえ奴らだな一生餅に海苔巻いて食っとけや俺リアルに餅に海苔巻いたことないんだよね。美味しいよ。今度食ってみようかな、うん、来年食ってみようかな。ちょっとだけ揚げるの美味しいよ、周りサクサクしてて、うん、なんかもっちりして。俺揚げ餅とかちょっと焼かないとちょっと。いやもう本当だ本当かいや本当に本当に揚げ餅食ったことないマジで。ないだけでしょ。本当にない。あと屋根の上から投げてる餅は食ったことあるよ。新築できた時に餅ばらまくじゃん。あれも生でかじってた俺。いや本当に本当に美味しいじゃん。やばいよやばいよ。あ、そうなんだ。揚げ餅となんか関係あったんだよ。いやいや、その食べたことがある餅の種類の話。焼くのが主流だけど焼くだけではなくて屋根からばらまく餅もそのまま食ってたよ、小学校の時。おやつだったもん。そうじゃない。あ、そう。うん。あ、そうなんだ。あ、そうそう、紅白のやつ。まあ、田舎にしか分かんないだろうね。東京じゃ餅ばらまいたりしないもんね。びっくりした。いや、この間海老蔵ばらまいてた。この間海老蔵ばらまいてた。
通の餅やんって言われてんじゃん。だそうそう、だから焼くんじゃなくて普通の餅生でも食ったことあるよって。そう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 、それが痛かっただけなんだよ俺。もう君たちも文句言いたいだけやんもう。いやいやいや尻滅裂すぎる。これが新年一発目ってことよ。え、普通全く知らない家の人のに行くんじゃないのあれって。そこら中の近所で餅ばらまいてんじゃないの、五円玉が一緒に入ってるやつ。五円玉になんかのリボンみたいなのついててさ、穴通してて。からもらって帰ってきた時あって、田舎だけなんかな。でっけえ餅、まあ、北海道はだって餅投げても雪に埋まっちゃうからすぐどっか行っちゃうんだけど。え、普通に学校の帰りとかに餅ばらまいてて拾ったりしなかった？はい。え、それ九州だけなの？あ、九州だけじゃない、名古屋もあった。へえ。あの餅美味しいんだよな。全然お腹いっぱいになんないんだよね、何個食っても。なんかこの間もさ、福岡と愛知にしかないやつなかった。なんだよ、やーだやー。ちょっと待って、福岡と愛知つながってんぞ。あの前に習えって言った時にやーっていうやつ。福岡言うんだよね。で、福岡だけって言ったら、なんか次に一番多かったのが愛知で、で愛知の後もなんだっけ、若干次に兵庫だったかな。この間もじゃあ餅投げんのとヤーは愛知と福岡が中心になってるな。まあどっちかっていうと福岡の方が中心だろうけど。なんていうの、全体止まれ、1,2,3,4,5、いやーいやいやとか、なんかあの笛でピッピッピッってやって無言だよ。へー、暗いね、なんかいやとか、暗い学校だね。いやって言う方がおかしい。兵庫も持ち投げる。兵庫、愛知、福岡には何らかの、ちょっと待って、なんかこれすごいね、なんか何かに帰結するんじゃない。なんか行ったんじゃない、それぞれ昔の人が兵庫と愛知に。なんかあるんじゃない、関連性が。あ、三角座り。愛知ってさ、ヤクザいる？三角座りはない。愛知ってヤクザいるっけ？愛知ってヤクザいる？いないとこないんじゃない？あ、まあなんかその代表的な。あ、そのなんか有名な組の本家があったりする。あるとしたら福岡、兵庫、山口、工藤会、山口組、消されそうだな、やめとこう。山口組が一、はあ、なるほど。ちょっと待って、地図、日本地図持ってきて。で、場所を福岡と兵庫と愛知をつないで、その双方形がある住所線でつなぐと何かが浮かび上がってくんじゃねえか。やべえ、閉じまりしないと。何がやばいことに気づいたから。
オリオン座になるのかもしれない、うん、そっか、三角形ができるな普通に。でもその三角形の辺と辺を底辺かける高さ割る2で面積を求めると暗証番号だそれがあのチアと繋がってくんじゃないか。6073平方メートル。やべえ、10多い。やりすぎ都市伝説に投稿しよう。やんねえよ、手あげねえよ。言うだけ。いや足ドーンってしながらやーって。手あげねえよ。ヒューマンイズデッド、ミスマッチ。YouTuber がメキシコのマフィアバカにして殺された。あれね、まあ、メキシコはもうだってもうメキシコだもん。そうなの、うん、マフィアのなんだっけあれ、カラカルじゃなくてなんだっけな、なんか有名なやつ、名前聞いたらあー聞いたことあるってなる。なんだっけ、ダイヤモンドカルテルだっけな、なん違う、なんだっけ、なんとかカルテル。メキシコってさ、テキーラだっけ。メキシコはテ…いや、わかんねえ。なんかそのすごい有名なマフィアのボスをバカにする動画を上げたら、うん、家に十数人男が入ってきて、17、8発弾をぶち込まれて死んだっていう、まあでもメキシコだもんって感じだもん。伸びると思ったんだろうな。めっちゃ伸びてたっぽいけどね、知らんけど。もう2時になるよ。ね、どうする。2時間も喋っちゃおうか。ね、しょうもないね話。バイオやる？いや、あれならやなくていいよね。お前も眠そうじゃない？いや、別に。なるほどね。3時までやる？ん？ 3 時までやる？いいよ。でも起動できないんじゃねえかな俺。毎回なんかバイオ系って起動できないんだよな。やってみよう。えい。これエビ食べたね。ほら。最後の1個。うん。食べな。まただよ。この体勢でやろうかな。足でこうやってキーボード。6やったことないから楽しみだな。ダメだ、起動しない。ダメか。ちゃんと管理者実行したのに。なんで？できない。ちょっと待ってよ。なんかね、いつもスチームおかしいんだよ。スチーム落としてるの確認して。チームを管理者実行する。管理者実行してバイオ6起動する。 I failed to install stream。 こうなったらやることはただ一つ、整合性の確認。
いいじゃん。あ、うん、ご飯はいいよ、ごちそうさま。美味しかった、お飲みたい。手伝おうか。あ、いいよいいよ。なあ、ええねんええねん、配信で映ってる時ぐらいちょっとなんか、あ、こいつ普段からやってんだなみたいな空気出しとかないと。やってるじゃん。でっこらしょ。食べる、捨てちゃうよ。ああ、食べるよお前。ちょっとこれぶつ切りにしてあげたら赤いやつ。どこ？どこ？どこ？麦はダメ。なんで？なんかダメなんだっけよ。麦置いてかれたと思ったの。まだいるよ。最後最後の確認が終わってできなければ俺は今すぐ布団に入る。クリストファー・ロビン、はあ、クリストファー・ロビン、うん、クリストファー・ロビン、はあ、クリストファー・ロビン、うん、ちなみにこれ釈迦家代々伝わる子守歌だから、子供ができたら耳元でずっと歌う。クリストファー・ロビン、はあ、クリストファー・ロビン、うん、だからな、お前いい加減にせよ。だからな、お前加減にせよ。あれ起動できない、なんでだろう。バイオハザード6が起動できない時の対処法ってありますか？シャトーブリエ。いけた？できない。できない。今聞いてる。え、スチーム管理者実行だよね。スチーム管理者実行してるよ。2000年問題かこれ。そうか、今の子供に2000年問題とか言ってもわかんねえよな。ケツの青いガキによ。やれやれ。嫁だけ配信する。もう起動ができないからね、そもそも。もう嫁だけ配信するどころか、嫁がもう一人でやるみたいな感じになっちゃうね。あ、いけそう。あ、いけた。いけちゃったやん。なんでいけるの？クリストファー・ロビン、はあ、クリ
ストファー・ロビン。明けおめ。